高橋由一チャンネル、2020年が終わろうとしておりますが、今年1年振り返ってみていかがでしたか。まあね、いろんなところでね、年の初めにいろんな予測をさせられるわけね、はい、今年の初めに予測したのが何個かあるんだけどね、はい、一つはね、今年はねオリンピックイヤーだったのね、はい、それとあと、まあ、ネズミ年だったわけ、はい、でネズミとしてね、今まで戦後6回あるんだけど、5回は総理が首相交代してるんだよね。オリンピックイヤーは今まで3回あるんだけど、3回とも総理が交代してるの。だからオリンピックイヤーかつネズミ年は総理の交代確率が実は9割なんだけどね。それを言ってしまったんだよね。そしたらね、安倍さんの周辺からね、不吉なことを高橋に言わないでって来たんだよ。でも当たっちゃったね。当たっちゃいましたね、うん、不吉なことって当たるんだよね、偶然なんだけど、偶然だけど不吉な話でしょって言って言って言ったわけ。そしたら当たっちゃったんだよね。まさかね、それは本人も当たると思わなかったんだけどね。へー、うん、総理ってのは2年半で1回変わるんだよね、はい、だからこういうことはあり得るんだけど、でもその確率を計算するとすごく珍しいんだよね。そうだから、これは珍しいと思って言ったんだよね。そうなんですね、うん、まさかそうなるとは思わなかったけど、でコロナで、まあ、はっきり言って予測はできないですよこれ、はいはいはい、でもあれだよね、コロナがいつから流行ったかっていうのを最近の研究で分かってきてるんだけど、うん、まあ去年の一番最初には10月の中旬あたりから出たと、はいはい、で11月ぐらいにはいろいろと、もう現象が起きていたと。だから去年の年末には実はかなり分かってたっていうのは今の研究でね、中国がずっと黙ってて、はい、やっぱり隠蔽したのかなっていうところでしたね。であれが12月ぐらいにはっきりしてたら、こんなには大騒ぎにならなかったっていうのは言われてますね。でもこれは分かんなかった。でもね、トランプ大統領の話はね、はい、最終予測して、それは分かんない、もちろん、ね、その年の11月だから、うん、はい、でコロナがなり始めた時に予測したのは、コロナ次第だねって予測してるわけ、はい、コロナがひどくなったらこれはきついと、でそれもそれでそこそこ当たりなんだよね、はい、あとブレグジットっていうのが、はい、もう1月にあるって分かってたから、これは欧州形成が良くないって予測ができた、うん、まあ、この辺り、うん、あとは韓国の話はちょっともたもめもしてたけど、これはだから当分もめもしてするっていう意味での予測当たりね、うん、これで中国とアメリカが大統領選挙が11月だから、はい、当分の間その米中でもう厳しい戦争、貿易戦争があるっていうのも当たりね。あと日本経済はね、去年の10月に消費増税したでしょ、はい、あの時にしたから、これは景気悪くなってこと予測できるわけ、はいはい、そうするとね、日本が消費増税景気や消費増税して景気悪くなるという予測はできてて、欧州はブレグジットでダメと、中国は米中貿易戦争でダメと、という予測も、ね、できるから、日本経済は今年は大変だという予測はできてた。それに輪をかけてコロナがあったから、やっぱりね、戦後最悪になったよね。これはもうね、過去100年間で1回も例がないくらいに最悪な経済でしたね。それはもう仕方がないよね。コロナに上にさっきの悪い要素がたくさん重なってるってことだと、もういかんともしがたいね。予測結構はそれなりには当たったんだけどね、でもその時にあれだよね、やっぱり4月の頃コロナが非常に激しいってもう分かったから、ちょっとなんとかしないとまずいでしょうというふうに思ってたら、やっぱり安倍さんから連絡が随分あったんですよ、連休の前に。100兆円ぐらいの対策は打たないと、もうとてもじゃないけど、なかなか持たんすよということを言ったら、結構深刻そうだったね。でその時にでも大変なのは麻生さんなんだよって話してて、まあ財務省だよ、はっきり言えば、はい、大変なんだよ。でもロジックはこうに言ったのね、景気対策打つと、総額100兆円ぐらいまで打つと、で国債を出すと、日本銀行を買うと、で買っても実はインフレにはなりませんと言ったわけ、まあそれは細かいロジックはあるんだけどね、はい、こういうふうな需要ショックって言って、コロナのようになる時になると、旅行需要がとか外食需要とか食事需要とかみんな飛んじゃうんだよね、こういう時に需要が飛ぶって時には価格が下がるんですと、マスクなんかで時々上がるのはあるけれど、大体下がりますと。だから全体的に下がるから、実はインフレの
心配がなくて、日本銀行は国債買えますってことを言ったんだよね。そしたら分かったって言って、それで麻生さんを説得すると言ってましたね。でそれがだから関西など番組でね、私は5月の時にね、政府日銀の連合軍って話したんだよね。その時みんな何喋ったか分かんなかったみたいなけれど、1ヶ月ぐらいしたらその通りになったから、でそれであの補正予算もみんなやったんだよね。でそれでまあやったからちょっと一息で、それで年末の最後菅さんになっちゃったけど、菅さんも同じ話したから、結果的には安倍さんが一次二次補正で60兆円、これ菅さんが40兆円出したから100兆円なんだよ。その数字ぴったりなんだよね。だそういう意味で日本は最悪にはなってないと思うね。あの春の時の緊急事態宣言って、ちょっと今は思うとあそこにやらなくてもよかったんじゃないかっていう、しょうがない、分かんないから、分かんない時にはああいうことがあるわけ。分かんない時にはどうしようもない。だって本当分かんないな。あの時に緊急事態宣言して結構ね、自粛っていうのはきっちりできたから、その後は結構楽だったんだね。でその第2波の時も自粛はちょっと効いたんだけど、今回第3波の時はね、自粛は全く効かないらしい。もうあの口では言っても、もうみんな動いちゃったって。それはどうしてた？これも慣れちゃった、はっきり。慣れちゃったから。最初は自粛で本当に身が動かなかった。それで結構収束したんだけど、今回の話は収束はちょっとしにくいから。だから今度来年の通常国会で特別措置法って、だからコロナ特別措置法ってなんでね、そこでは罰則とかそういうのに入れるんじゃない？ちゃんと守った人にはちょっと報奨金与えるとかね、そういうのやめて、むちをきちんとやるってことも必要になったかもしれないですね。あと、個人的にはどんな1年でした？いやコロナがあって大学に行かなくて楽だなと私はコロナに向いてて、あのオンライン授業は平気だし、あとオンラインのあれだよね、普通ね、この講演をやる人、私もやるんだけどね、講演やる人っていうのはコロナになるとものすごくお客減るらしいの。私はあんまり減ってないんだけど、というのはね、オンラインが多くなった。でオンラインの講演平気だから、これで、ね、オンラインでやるときには資料を、説明するのが多いんだけど、そういうのは平気だし、大学の講義もオンラインは平気なんだけど、それはあの資料を説明するってパターンだからね。だからある意味でこの講演のビジネスも随分様があってね、オンラインが多くなったんですよ。あとはね、 YouTube はね、ねえ、あの講演の実講演が減った分、 YouTube やったらそこで補えたから、だからやっぱりこういう時にいろんな試してね、いろんなことをトライすることね、トライするとね、ひょっとしたら当たって、なんかが少なくなるのも起きないことがあるかもしれないっていうのは、私のあれでしてね、あの拙い経験からね出てくる話は、まあとりあえずいろんなやってみることだねという感じはしますね。3、4にも参与はね、あれはまあどうでもいいんだけど、だって前、はっきり言うと前から安倍さんの時からも参与みたいなんだったわけ、だからそれはそれでみんな知ってたから、知ったし、だからそういうの知らない人から見るとすごく差があるように見えるんだけど、私自身は全然関係ないんだよね、同じなんだよね、ちょっと面倒くさくなったって感じだよね、あれ表に出る分だけちょっと面倒くさくなったって感じで、そこはあんまりプラスになってないね、正直だってボランティアで無報酬ですから、ボランティア無報酬参与ですからね、こんなもんは大したことないでしょ皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。